昭和27年の今日、日本航空の木星号が大島の三原山に激突して37名が亡くなるという痛ましい事故がありました。とにかく一瞬の間に起こった事故でしたからね。見てください、この残骸、無残なもんです。この木星号は大島上空で無電の連絡を絶ったままなんで心配してたんですが、翌日4月10日、三原山で発見されたんです。乗務員4名、乗客33名。この中には八幡製鉄の三木社長や漫談家の大辻四郎さんなどの有名人も乗っていたんですが、とにかく生存者は一人もなし、37名の遺体は4月11日に東京に着きました。当時の藤山日光社長は遺族の家を訪問して、ただ申し訳ないと謝るだけでした。大辻四郎さんのお宅にはお友達がたくさん集まって故人を偲んでいました。ところで大辻さんが人気絶頂の頃のフィルムを見てみましょう。全くロマンチックなとこですよ。ねえ、いいとこで、もう海岸までずっと波が来ていましてね。私も恥ずかしいですけど、たった一度ロマンチがある。今じゃありません。だいぶ前でした。あれは安政の4年の夏だと思いました。彼らと別れるというんで、私は海岸まで真心を込めて送っていきました。ところが泣けて泣けて、おさらばは言えなかったという。その後も相次いで飛行機事故は起こってますがね、乗らなきゃいいったってね、乗らなきゃならないこともあるしさ、一体どうすりゃいいんでしょうね、本当に。